まずは書物の虫干しをお願いできるかしら。ここ最近腕に火傷を負ったものを探せ。御意。重いものは宦官に任せていいからね。運ぶなら手伝いましょうか。結構です。ん、うん、翡翠宮もだが、ザクロ宮の樹女はよく働くな。もういいからいいから、口先だけの奴らに見せてやりたい。お前たちも手伝え。はい。すごい、もうこんなに。しかも丁寧で助かるわ。応接室の方も手伝ってもらえる？はい。いい子にはご褒美をあげないとね。よよよ、人当たりが良くて他人をよく見て褒める。侍女頭として人を扱う術を心得ているようだ。